に最新不動産情報。さあやってまいりました、ベタの住みやす芸人 WH 新杉です。今回も紹介していただくのは、ちょっと待って、怒ってる？怒ってません。怒ってません、テンションが上がってるだけです。そんなグッと顔してるけど気持ち入ってるだけ。いや笑顔、笑顔でお願いします。気持ち入ってるだけです。今回も紹介していただくのは、はい、エンナーセットの関本さんです。ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。ホーチミンの不動産情報、何か最新の情報ありますか？はい、ちょっと、はい、ここ最近ですね、はい、ちょっと、マンションが建ちづらくなっているっていうのがありまして、はい、来年、再来年とちょっと新しいマンションが出てにくくなるんじゃないかと思いますね。だからこう今現存のものがこう、はい、まあ休止いくという感じなんですね。はい、そんな中今回紹介していただくのはどこでしょうか？はい、こちらです。もしかしてサービスアパートメントですか？サービスアパートメント。あ、今回初めてじゃないですか、僕ら紹介するの。はい、そうですね、サービスアパートメント。はい、いいっすもんね。もういろいろこう便利なものが揃えて、はい、あー楽しみ。この現地2階 18A って、はい、どんなところなんですか？はい、一区中心地、はい、オフィス街の中にある場所ですね。あー、だからもう歩いてそのオフィスに通えるという立地の良さ、はい、ね、ちなみにあの人文社会大学っていう、はい、あそこではベトナム語勉強できますからね。我々もそこで勉強したんだ。あ、そうなんだ。最初僕らもこのウェンティ民会沿いに暮らしてて、いやもうめちゃくちゃいい場所っていうのはもう知ってますから。そうですね、じゃあ行きましょうか。行きましょう。はい、お願いします。で、日当たりからもうすごい明るいですね。明るいですね。角部屋8階ですね。角部屋の8階、はい、これ見てくださいよ。もう単身者用にはもう十分すぎる靴箱。もう大体一人で住む部屋ですもんね。そうですね、単身者用ですね。だからサービスアパート最初僕らも住んでたんですよ。はい、なんか懐かしい感じします。やっぱ家具も全部揃ってるんですね。そうですね、細かい食器類も全て揃えてくれてますので、はい、もう荷物はほとんどなしの状態でお引越しできます。もうだからカバン一つですよね。そうですね、はい、カバン一つ入ったらもうすぐ生活できる。はい、すごい。実家で買うものはありません。マジで買うものないっすか？はい、ちょっと逆に僕買うものじゃ探しますか？逆に。はい、あ、電子レンジもありますしね。はい、じゃあさん、もうこれ洗い物置くのもある。はい、準備できてるな。で、これだけの収納もある。でも皿とかありますか？はい、皿とかフライパンありますか？あれ？あれ？あれ？あ、箸、はい、はい、スプーン、包丁などはありますよ。はい。はい、おありました。ありましたね。ありましたね。そしてありますね。ありますよ。いや、これもすぐ料理作れるじゃないですか。はい、で食材買ってきたらすぐ。はい、こういうのってやっぱり、ね、その日本にはないじゃないですか、サービスアパートみたいな。はい、あるんですかね。あるにはありますけど、使われてる方少ないですよね。ああ、だからなんかこう新鮮だったんですよ、僕らも最初来た時に。はい、で冷蔵庫。ね、冷蔵庫もございまして、ベトナムはね飲料水をやっぱ毎回買わなきゃいけないっていう面倒くささありますけど、はい、ここはこれ入れ替える感じですかね。そうですね、このウォーターサーバーに大きいボトルを差し込んで。ああ、なるほど。でも水とかもここで注文できるんですもんね。そうです、オーナーさんに言ったら、はい、持ってきてくださいって。これね、やっぱ光がやっぱ最上階だし、すごい入ってくるのがね心地いいっすわ。はい、いい。出たソファ。ソファありますよ、杉本さん。はい、
広いですね。広いですね、これは。L 字型ですよ。測っておきましょうか。夢の L 字型が。測っておきましょうか。はい。どうしましょうか、ちょっと広すぎる。これ広すぎるな。これちょっと測るの難しいですね。座るところに困りますね。こうっすかね。はい。そこ、そこまで座んないでしょ、あんま。どこっちですかね。こっちか、はい、こうか、こうですね。で、横になれば、はい、ほら、これは広い。いや、それは広いよ。俺は広いの分かる、はい、これ広い。これ、もう、なんだったら一人で持て余しますね。そうですね。なんか友達とか呼んで、ちょっとしたビールとかね、お酒とか、ね、いろいろ買って、パーティー感覚もできる。はぁー。して、テレビもついてて、で、ここにも本物を収納がありますと。今ね、あの嫁と娘が日本にいるんで、はい、サービスアパートやっぱ恋しいんですよ。あ、そうですね。だってサービスアパートの良さってやっぱその掃除、はい、洗濯、はい、ついてるんですもんね。はい、これはフリーですもんね。フリーです。で、週に何回とかですか、お掃除。はい、月曜日から金曜日まで毎日。毎日、はい、毎日洗濯と、はい、あとアイロンがけですね。はい、はい、それは月曜から土曜日まで、はい、毎日毎日毎日ってそんなあるの、はい、そうですね。すごいな。だからそのおい洗濯物置いといたらもう勝手に取ってってくれて、はい、もう戻ってるってことですね。そうですね。それを毎日、はい、すごっ。あとは、はい、寝具類ですね、はい、シーツだったりの交換が10日に、はい、あ、もうそれはもう一人暮らしだと十分それで、はい、はい、そうですね。あとはタオル類ですね、はい、タオル類が、月曜日から土曜日まで、はい、あとはトイレットペーパーもですね、はい、あのなくなりそうになったら提供してくれます。え、補充してくれるんですか。はい、そんな有料じゃない、ね、そうですね。すごっ。いや、マジで本当カバン一つで来れるとこじゃないですか。はい、トイレとお風呂きた。まず僕浴槽に目がいっちゃいましたよ、こちら、はい、浴槽付きのなかなかないっすよね。そうですね、浴槽付き嬉しいですよね。やっぱこれ日本人の方が来るためをちょっと想定してとか、はい、そうですね。あのここはお客さんが日本人の方多いので、だからあのオーナーさんですか、はい、もう日本語ちょっと話せたんですよ。そうですね。だからちょっと困った時はオーナーさんに相談とかもできるってことですね。はあ、それは安心だわ。ちょっと測りましょうか、はい、お風呂の大きさ。これもね、毎回ちょっと測っとかないと。大丈夫ですか。いや、俺は大丈夫だよ。取れてる。いや、どうなん、どうなん、その広さとかは。いや、もう2人で入って十分ですよね。そうですね、十分の広さ。はい、分かるでしょ。結構広いと思います、これは。杉本さん、きつそうです。だって入ってないもん。こう浮きます、じゃあ、はい、そうですね、はい、ほらほら。いや、だってカップルだったらそうやって入んじゃない。これで、こうやって。そうですね、はい、はい、ここ、ポシュレットだ。えぇ、ウォシュレットっていうとちょっと語弊がありますね、はい、あのエコウォッシャーですね。日本のウォシュレットって電気の力でお湯を出したりしてるんですけれども、はいはい、ちょっと電気はないので、はい、水圧の力で水がこう出てきますね、はい、あ、じゃあこれをこう曲げれば。そうですね、このレバーを手前に引くと、へぇ、まあ、出てきます、シャワーが。でも嬉しいですね。寝室お願いします。はぁ、綺麗。やっぱ綺麗なわ。一人暮らしだとテレビ2台ちゃんとあるって。そうですね、やっぱ2人でも住める感じしますね。はい、いいな、収納あって。はぁ、大きい鏡嬉しいですよ。ねえ、うちないから。そうなんです。これ嫁が毎回欲しいって言ってた。持って帰っていいですか。家賃を当てたら。サービスアパートメントあるあるですよね、はいはい、こういう金庫もちゃんとあって、はい、まあ知らない人が入ってくることもありますからね、はい、その掃除とかで。だからこういうのがあると、あのお金とかパスポートとか取られないで済むという、はい、はい、いいですね。で、ベランダもありの、ちょっとしたベランダがありますね。
ランダいいっすね。あの風とか入ってきて、これでこう空気の入れ替えとかできますからね。こちらも、実は天井ファンがありまして、あ、はい、これはいいっすね、はい、今だいぶ風が風来てますね、はい、それマイナスプロモーションやな。こんな激風吹いてたらもうみんな嫌でしょ。でもこれがあるなしで ね、 そうですね、あの風も感じれるし、はい、だしエアコンをちょっとつけて涼しくなって、はい、エアコン消して、ね、あの空気が循環するからやっぱ涼しさ残りますよね、はい、電気代をかなり削減できます。確かに電気代節約。杉山さんこれなんですか。これはですね、はい、お部屋で不具合があった時にですね、はい、こちらの、iPad を使って、はいはい、オーナーさんに頼めます。あ、本当修理依頼って書いてある、はい、でお部屋番号を入れていただいて、はい、で該当する故障ですね内容にチェックを入れて、はい、まあ、細かいリクエストがさらにあるのであれば、あ、ここに文章を書いてでリクエストを押せば、はい、もうその日にこう連絡が来る来たりとかするとか。そうですね。へえ、はい、わ、これ便利ですね。いちいち電話したりとかしなくていいってことですね。そうですね。オーナーさんによってはベトナム語しかできない、英語しかできないっていう方もいらっしゃいますが、まあ、こちらであれば画像で、分かりやすくお伝えすることができます。確かに。家賃を当てたらタダで借りれるとコーナー。ありがとうございます。さあ、私今単身でございますので、はい、ただで借りれたらすごく嬉しいんです。そうですよね、はい、引っ越されますよね。引っ越そうか迷ってるところだったんで、はい、もしただで借りれるなら引っ越しますよ。そりゃ今だって家賃払ってますからただで借りれるなら、はい、だから当てさせていただきます。はい、現地民会の 18A っていう、はい、結構いい場所ですもんね、はい、場所的にすごい日本食屋も多いし、はい、オフィスも近い徒歩圏内にあるし、はい、でまあ、ローカルの飯もありますもんね。そうそう、そこもあるし、だから場所はいいっすね。はい、レタントンまでもう徒歩で15分ぐらいですよね。そうですね、徒歩で15分ぐらいだから、徒歩でも行けますね。行ける距離なのよ。そしてこの家具付きで毎日の洗濯掃除でベッドシートか間に1回、はい、これは高いっしょ。まあ、どうしよう、行きます。せーの、750ドル。750、780ドル。もうそういうなんか50とかの時代は終わった気すんのよね、俺やっぱもう刻む時代よ、今は多分。え、これ50刻みじゃないですか。いや、刻む時代入ってるよ、絶対。そうですね、780。おい、80は俺のやつやん、お前。780 880でしょ。780 780。はい、お願いします。じゃあ、答えを、はい、正解は850ドル。おー、刻みませんでした。刻めよ刻んでくれ。もう、いい加減にせえよ。いい加減にせえだ、ほんと。ほんとに何も分かっちゃいないよ、動産のこと。他にもいろいろ、あの物件持ってらっしゃるということで、それもどんどん紹介していきましょう。はい、はい、そして皆さんもぜひ気になった方はコメントだったり、なせつさんに問い合わせてみてください。メールや電話番号も載っておりますので、そちらに連絡してみてください。それでは今回もありがとうございました。さよなら。